日本近畿地方大阪府八尾市安中町安中町は大阪府八尾市の地名。現行行政地名は安中町1丁目から安中町9丁目。住居表示は実施済み。両政国一覧機内河内国渋川郡、安中神殿、上松村の一部他日本近畿地方大阪府、中地郡龍家町大技、安中方栄元年の大和川付け替え後の 神殿開発により創生された地域である。玉守村の安福寺が中心となって神殿開発を行ったために行った名が安中となったと言われる。建築後の国高は470国余り。ほとんどが面作だった。最初、江戸幕府直轄支配、法歴6年以降大阪城大領、京都諸市大を経て名は7年以降再び幕府、直轄支配となり、幕末に至る。 明治維新以降に安中村となり、1889年の市町村制志向に伴い龍毛村の大技となる。同年に大阪鉄道が開通して八尾駅が開設された。その頃には新殿経営に行き詰まり、地域内に製紙工場や油脂工場が建てられた。太平洋戦争後の1948年に八尾市の大技となり、1964年に 大技あんなかは、あけぼの町、あよい町、高見町、南本町上松町栄町、高町、東旧ま寺などに分割整理され、かつての大和座上松の一部を取り込み、現在の町域となり、町名変更されてあんなか町となる。地域の大半は、旧大和川の川床だった場所にあり、周囲より標高が若干高い。その中央付近を、 伊じ川水みである長瀬川が流れる。現在は住宅地、商業地と化している。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。